中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か、押し出されるようにして空手が先頭です。ボッケリーニ、それからジャックネイト、内を通ってモリアーナ、そして外からは5番オーリアリティ、それから10番ラーグルフ、そしてその後ろから2番プロミナンス、シルブロンが並んでいっています。内を通りまして4番湘南バシット、サンストックトン、マイネルウィルトスがそのうちにいます。しんがりからアドマイヤハレーであります。もう一度先頭に戻りましょう。依然先頭空手であります。ボッケリーニがその後ろ、それからもう一頭11番ジャックネイト、第2コーナーに向かいます。12頭、そのうちにモリアーナ、そして5番手にオーリアリティであります。10番ラーグルフ、シルブロン、クロミナンス、ほとんど馬体が合っています。その外からは4番湘南バシット、それからサンストックトン、内から1頭マイネルウィルトス、7番黒い馬体アドマイヤハレー。第3コーナーに向かいます。12頭前でありますが、前先頭は依然として空手、そして1番人気のボッケリーニ、うまくいっているんではないでしょうか。11番ジャックデイトがこれを追う展開になりました。そして内からはモリアーナ、5番フォーリアリティ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。ボッケリーニは3番手といったあたり、空手が抜け出した。サンストックトンも追い込んできた。サンストックトンも追い込んできた。先頭菅原と空手、サンストックトン懸命に追う。サンストックトンが差を詰めてきた。捉えるかモリアーナ、これは激しいレースになりました。モリアーナかラグロフか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。この馬は勢いがありますね。1着3番、2着当番、3着9番以上のように確定しました。